どういう集まりこれ。ああ、そういう集まり。亀裂。うん。あなたは。ここの防備をなんかこう、もうちょっと考えたいみたいな。みんなの武器をなんとかしたいとか、そういう系のクエストかな。うん。呼んだか。呼んだか。どうしたん？最近住人の中に様子のおかしい者がいて、その者に声をかけても自由が分からず、ことゆえ夢見心地、心ここにあら心ここにあらず。いや全然いいよ。あ、いやここに来てたんだ。探しきれんやったんよね。どこにいたんだろう。はいはい。ポロロが帰ってきたクエストか。読んだか。おい、青いテントね。未来へと走り出す者たち。すごい最後のクエストっぽいタイトルじゃないですか。いや、いよいよ最後なんですかね。どうなんですかね。この子ね、ポロロ。何してんの今。ん？あのお方が作った飲み物。飲み物っていうとやっぱりバームですよね。バームが、なんかお酒？お酒なんかな？なんかこう気持ちよさそうにしてる人いるよね。なんかフラフラして。それっていうこと？ねえ、そのポロロの好物、そうそう、それと関係がある。試作品だった。ポロロにとってはあれで十分うまうまだったけど、グラットンハーブ。グラットンハーブってなんだっけ？なんか、私たち取りに行かなかったっけ？なんかコクかなんか入れるために取ったんだっけ？人間でいうところのまたたび的な。確かにね。またそういう独占とかね、言うよね。ん？え？バーン？え、なに？偽名っていうこと？バーム、あー、偽名っていうこと？いや、偽名にすんならもうちょっと。もうじゃあなんで軽く匂わせてきたの。バーンってあのバーンですか？合ってますか？赤い花粉玉を売りさばいていたあのバーンって合ってるんですか？これは本編から引き続き逆襲のバーンが帰ってくるのでは。こっちか。で、マキシス、マッキ、この人名前覚えられないんだけど、マックシスさん。なんだ。ポロロっていた、いなかったよね。新しい配下なのかな。うんね。ほんま。はいはい。バームもハムスターになって改心したんじゃないの。気持ちよさそうにハムスターなってたような気がするけどね。ズノブレイド無印本編で。ちょっと待つも、もしかして出てきた。もう少しで計画が軌道に乗るところだったのに、また邪魔する気も。出たな。ねえ、ていうかさ、うちら見た目でわからんやったの。私全然無印のバーンの外見覚えようとしてなかったからわかんないんだよね。苦労ね。倉庫で見つけた成長促進剤。ああ、
だからなくなってたんだ、成長促進剤。だってそういうクエストあったもんね。私たちが改めて作ったわけだし。いや当たり前でしょだってそれ麦畑のためにあったものだから、飲むものではなくないマジで言ってんの。次の一手、魚、魚を混ぜた。それは何のクエストに曲がっ、あーなるほど、今までのクエストが全部つながってんだ、すげえね、すごいわ。はいはい、うん、魚はまたね青臭くなるしね、特に魚じゃない川魚とか。幻の葉っぱ、クラトンハーブね、なんだっけ、ラムダメシス DX みたいな試行錯誤の末に完成したエナジーバーン。へえ。ほんとよ、ほんとよねやるですもん、返り討ちにしてやりますもんまた勝って言ってますけど、ハムスターにしてやるぞおーい、いやー騒がせてくれますねバーンはえ、ここに来たのはいいけど、ここで何やってんのまたその顔来る日も来る日も滑車を回し続けたあの地獄の日々楽しそうだったじゃんまたこの曲を流すバーンの曲と言っても過言ではない。お前たちに思い知らせてやるもん、来い。あ、もしかしてあの例のプテルスですか出た出たー、ピカピカ湖で戦ったなんだっけ、逆襲の番だったっけ相変わらずお行儀が悪いですね。飛んでるからね、またね、じゃリアルに考えるとリベンジリベンジでしたねごとは寝てユーも来たねごとは寝てユーも来た、行くですもん、テンションめっちゃ下がってんじゃん、よいしょまさかね、外伝でもこんな風に愛されてるとか愛されすぎなバーンなのであった。78か、そこそこ高いね。よいしょ、テンションが普通にしては結構続いてるぞ。いや地味に時間かかってるなよっしゃ、もふもふ、よいぞ。ねえ、ねねはお姉ちゃんだから一番はキノに譲ってあげるもん。ほんとも、やっとも、我慢我慢、うん、お姉ちゃんつらいもんつらいもん、バーンもかわいそうなのか、やっはーぐももまた夢打ち破れたり散り際は潔く、マジで言ってんの、てか改心してくれた方が嬉しいけどねどうする、うん、滑車はないしなみんなで決める、こき使ってやるがいいもん、ほんと
なんかみんな寛大なあれ処置しそうなんだけど、一人として迎え入れそう。ここまでだってグランデルにいたもんね。あなたの作りになったエナジーバーンの症状を改善し、中毒性を中和する特効薬完成の目処が立ちました。なんということでしょう。蚊の飲料には特殊な成分が含まれている。うまく改良できれば機能性飲料として役立てる。マジで言ってんすか。やだー。どうでしょう、私に協力して人の役に立てることをしませんか。あなたが成長促進剤を盗んだことを許すつもりはないわ。でもそのおかげといってはなんだけど、レナートさんたちにお世話になったって実感できた。なるほどね。ミスリールさんの魚捕獲器がなくなった時はどうしたものかと。そうだね、みんなで新しいの作ったね。ね、お互いに助け合ってね。ポロロは知ってるわ。バーン様はとっても怖いお方だけど、とっても賢くて頼りになるもん。やだ、みんな寛大だし。これにはさすがにちょっと心を打たれてほしい。そして私の心が汚れてました。本当に甘々な連中も、でもそこまで言うなら協力してやってもいいもん。バーン、ダメだよ。まったくちょろい連中も、ちょっとしおらしい態度を見せたら簡単に信用して。それはそれとしてきちんとお仕置きを受けてもらうも。お尻ペンペン100回の刑ですも。構成は大切。聞いてないもん。何、もしかして滑車。また回るの。お尻ペンペンの方。何何したの。何したの。何したの。まあでも仲良くやっていければいいね。そんなこう悪いことを考えないぐらいに満たされたらな、そうなるかね、わかんないな。ね、いいもの見たね。やるべきことを果たすだけ、あとは行くだけか。いや、いいクエストでしたね。なんか最後にを飾るにふさわしいクエストでした。全然バフ帝国をね、ありがたいかもしれん。どうする？あ、そういえばなんか忘れてたわ、これ。うわぁ、待って。あ、そっか。今、もともと仙人の教えとかで上がるものが、めっちゃありがたい。すっかり忘れてた。何にしようかな。体にしかつけられないもの。なんだろう。全デバフ抵抗って、ここにつけられる？あ、つけられん。体のみだわ。じゃあ、メリアちゃんにつけるか。いる？本当にいる？あ、まあ、いるか。操作してるときに、っていうね。っていうかメンバーどうしよう。なんかシュルクが影の王に有効なモナドになったじゃん。でも個人的に私のプレイスタイルだとシュルクがパーティーに入る隙がないんだよね。どうしたらいいんや。会話変わってない。私ですか。ああ、はい、バームさん、いやバーンさんでしたね。運動不足の解消を兼ねて城壁に届ける食料の配達をお願いした。あ、じゃあ向こうにいんのね。ああ、よく考えてますね。気になることでも。確かにね。ポロロは？あ、ポロロいた。うん。バーンって太ってる設定なの？ああ、なるほどね。飲み物たくさん飲むのも大変だと思うな。疲れたの？
疲れ様。滑車の方がマシだったんだ。それほど。では最後の仲間トーク行こうと思います。赤モートにあるメディアとシュルク、未来はその手に。すごいタイトル。もうすぐです、父上、兄上。我らハイエンターの故郷を私たちの手で必ず。うん。メディア、緊張してるのかい？私はかなり緊張するタイプですね、特に実況だと。案ずるな、シュルク。少し気が高ぶっているだけだ。ダンバンに言わせれば、むしゃぶるいというやつだな。頼もしいね。やっぱりメリアはそうでなくっちゃ。そなたはどうだ、大役を任された身であろう。ね。いつも通りといったところか。僕は巨神方に来てからのことを思い出してたよ。いろいろあったけど、避難してた人たちも見つかったし、テトたちにも会えたし、来られてよかったなって。うん、そうか。あとはコートを奪還してみんなとコロニーナインに帰れば万事解決だね。そうだね。解決か。そうだよ、あともう一踏ん張りだ。頑張ろう、メリア。うん、そうだな。どうしたん、メリア。なあ、シルク、そなたはあの亀裂をどう見る？あ、何かっていうこと？え、うん、そうだな。これまでのことを思い返しても、あれに関してはわからないことだらけだ。うん。霧の王のこともそうだけど、巨神界、いや鬼神界でもあんな現象は見たことがない。そうだ、あの亀裂は我々にとって全くの未知。確かなのはあれが危険な存在であるということ。うん。新たな世界ゆえの新たな脅威やもしれぬ。なるほどね。杞憂だと思うか。僕たちはこの世界の全てを知っているわけじゃないからね。正直何とも言えないかな。やっぱり気になる、あの亀裂のこと。妙な胸騒ぎがしてな。え？あれは我々の未来に決して逃れようのない災いをもたらす。理由は分からぬが、そんな漠然とした予感めいたものをあの亀裂から感じたのだ。メリア、すまない、大事を前にこのようなこと言うべきではなかったな。メリア、君が感じたことは杞憂かもしれないし、近い将来本当に起きることかもしれない。でもそれ以上のことはわからない。未来は誰にもわからないんだ。でもだからって何もできないわけじゃない。未来は僕たちの手で変えられる。あの戦いで僕たちはそれを証明した。そうだね。だからこれから先どんなことが起きても僕たちならきっと乗り越えられるよ、シュルク。まったく、そなたというやつは。ごめん、ちょっと楽観的すぎたかな。いや、そのようなことはない。そなたの言葉はまさに正刻を射ている。私たちは未来をつかみ、そしてここにいる。これからもより良き未来を築けるはずだ。たとえ何が起ころうともな。また借りができてしまったな。そなたにはいつも助けられてばかりだ。
大したことはしてないけど、力になれたならよかった。なればこそ我々も今はなすべきことをなさねばな。霧の王を倒してコートを取り戻すだね。そういうことだシルク。明るい未来にしたいな。よっしゃ、じゃあメインストーリー進めていきますか。クエストもね、おそらく全部やってると思うので突っ込みますか。